今日は田中さんに人吉市の一大事業である観光についてのお話を伺ってまいりたいと思います。田中さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。観光についてというところで、何かお考えがございますでしょうか。そうですね、まあ、目の前が球磨川下りの8000番になっております。実はこの球磨川下り、最盛期ですね、まあ、昭和50年この頃は15万人も下っておられたんですね。すごい。今ですね、1万5000人程度なんですが、10分の1になってしまいましたね。というのが当時ですね、やはり交通アクセスも、まあ今もそうなんですが、当時はさほど良くない。バスにしても219号線をずっと南下するか北上しなければならない。もう一つは、急行列車がありましたね。当時はそういうものに乗ってやっとたどり着く、そして温泉を楽しむ、焼酎を楽しむ、お食事を楽しむ、さて明日球磨川下りをして帰りましょうという、そういうその明日する観光として球磨川下りがあったんですね。が今や明日する観光として球磨川下りは今ないんです。この人吉に来て球磨川下りをして、さて次にどこに行きましょうかという観光に時代とともに変遷をしてきたところであります。やはりどうしてもこの人吉に宿泊をしていただきたい、泊まっていただきたい、お食事をしていただきたい、焼酎を味わっていただきたい、ゆったりと温泉でくつろぎ癒しの時間を持っていただきたい、そういう一晩を提供していく必要があると思っています。ですからあと10万人は宿泊客を増やしたい、まあ20万人程度、これをさらに30万人、40万人、50万人と増やしていく手立て、施策、手段は何なのかということを考えていかなければならないと思っております。私の経済活性化の3原則は、農業で食べられる町、観光で食べられる町、そして企業誘致なんですね。で、この観光で食べられる町にするためには何が必要なのかというと、やはりもう一つ世界レベルのものが必要だと思っています。その世界レベルのものが実は視察船なんですね。もう当初視察船をですね、世界遺産に押し上げていきましょうつったって、誰もほとんど耳を貸さなかったんで、そんなバカな視察船が世界遺産になるわけがないじゃんぐらいの感じでですね。でも他の鉄道遺産の中で世界遺産になっているゼメリング鉄道、レーティッシュ鉄道、これはスイス、そしてイタリアにありますね。それからインドのダージリン鉄道、これとちゃんと比較して分析しても何ら遜色はない、まさにそれよりも勝っているという素晴らしい明治時代の息吹をそのまんまに残した路線というのは、中国も含めてアジアから東でここしかないんですね。で、それを国はですね、おととしの12月10日でしたけど、この視察船を含めて20世紀遺産というのを20選ばれた。この20世紀遺産というのは、これから日本の遺産の中で将来世界遺産になる候補のリストなんです。で、視察船が入ってますし、鉄道では新幹線が入ってます、黒四段が入ってますし、東京赤坂の迎賓館も入っている、まあそういう世界遺産になるそのリスト、これが20世紀遺産なんですね。やがてこの視察船は世界遺産に必ずなると、もちろん市民や球磨郡の皆さん方や熊本県の皆さんや九州の皆さん、みんなで応援してスクラムを組んでこの運動を盛り上げていく必要があるんですけれども、
そうしたならば世界中から人々が集まってくる。ここに世界の人々が人吉をめがけてくる。もう当然宿泊は10万どころではない。もっともっと膨らんでいく。そして明日何をするのかというのは、こういう熊川下りをはじめ視察船を楽しんでいただく。八千代から熊川沿いを人吉まで素晴らしい渓谷のその路線を楽しむ。これはあのイコモスというパリにある世界遺産を認定するこの機関の事務局長さんがおっしゃってたんですが、この熊川沿いの道筋というのはフィヨルドよりも素晴らしいねとおっしゃってましたね。それからさらに、おこばにはループもスイッチバックもありますし、駅舎もそれぞれの駅がそのまんまの形をとどめていますし、一山越えて八岳に登れば霧島連山綺麗なその景観が待ち受けてくれていますし、まさに世界遺産にふさわしい鉄道だと思っています。このように先ほども申し上げましたが、世界とつながること、これが今後のこの人吉地方の重要な生き残り策、いやさらに飛躍する私は重要なアイテムだというふうに思って、この視察船の世界遺産運動にさらに力を入れて取り組んでいきたいと思っております。踊っておりますので、ワクワク楽しみに参りたいと思います、はいはい、そして、また鉄道といいますから土壌ステーションが、はい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 、とても子どもたちに人気のあるスポットです、はい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 、私はですね、土壌ステーションを作らせていただいた目的はですね、子どもたちに今から鉄道ファンの素地を持っていただきたい、そういう意味で作らせていただいたんです。ですから妄想カーですよね、可愛いという意味ですね、このモゾカステーションをデザインしてくれた水戸岡英二先生がですね、モゾカっていうのはイタリア語ですかとか聞かれたんですけど、いやそうじゃなくて、こちらの地方では可愛いということをモゾカとかミジョカとか言いますよね。でいわゆるモゾカ、小さい子どもたちが鉄道に小さいうちから親しむことによって、大人になってさらに年を重ねていっても鉄道ファンになっていっていただきたい、そういう思いであれを作らせていただいたんですね。もっともっと内容も充実していきたいなと思ってます。でも子どもたちの大人気のスポットになってると思います、はい。私はですね、そこまで鉄道オタクではなくてですね、できれば飛行機で早く行って早く帰ってきたい派なんですね。だからゆっくりのんびりの旅っていうのは80ぐらいから楽しみたいと思っています。わかりました、はい、貴重なお話をありがとうございました、ございました。次回は社会福祉問題についてのお話を伺ってまいりたいと思います。どうもありがとうございました、はい。